初めはもっとなんていうの、あの3人とか、まあ、メンバー入れでいい感じでっていう納得いくようにっていう楽曲を作っていったから合宿とか行って、うん、だからまあアルバムに向けてっていうのも当然あったと思うんですけど、まあ、具体的にどうこうっていうのは、まあ、レコーディングが入る前の、まあ、具体的にこの曲を絞り始めた段階で、ギターのタッチとかも前にはなかったっていうか、うん、ディストーションの使い方とか、うん、全部変わってきてると思うので、そのあたりはどうなの？だから前はすごくこうロックンロールのスタイルに、まあ、固執してたっていうか、うん、囚われてたっていうかね、まあ、それで最初良かったんだけども、楽しかったしね。でもどんどんとやっぱりそれだけじゃない、もっといろんなね、あの感性っていうかあるから、まあ、そういうものを自由に使って、もう、まあ、それが結果的にロックンロールならロックンロールでもいいし、うん、まあ、そうじゃないならそうじゃないでもいいやと思って、本当のなんていうかな自由な音楽に向かいたかった、うん、今回はなんか本当にみんなメンバーね3人会から始めてるから3人で食事したりとか人生についてさ深いところでつながってるからね、割とこうあんまりこう力入れて、うん、なんか俺は強いんだぞみたいなってさ、うんうん、まあなんていうか力の抜いたジャブみたいな、うんうん、そういうのを目指してるつもりだけどね、うん、それはそのステージのパフォーマンスでも同じ、まあ音楽的なことでも、うん、まあ押し引きっていうかさ、うん、それはなんかまあそろそろこのバンドでもさ、うん、できるような気がしたね、うん、新しいレッドウォリアーズ Welcome to Gypsy Tribe。 On the roof keep me down some now soon get down それは一つの幻飛躍のよう煙の中へ俺の心は
check me back. OK、どうもありがとう。新しい曲どんどんいくよ。 OK、夏の気分でいこうぜ。バイバイバイビー。 Woo!
アルバムを出してからのツアー、今どんなことをやろうと考えてますか？まああれだね、シンプルな、うん、本当にこうみんなが楽しんでさ、できるようなライブだよね、うん、基本的にはあんまりこうごちゃごちゃしてないというか、うん、あとはだから、ストレンジなものをさ、俺がなんかやればいいんじゃないのそうすればいろいろ面白くなるかけるのわかんない、掛け声でかけたりとか、うん、どうですか、ツアーに関して。まあ俺はすごくこうギターをプレイするっていうことに専念できるっていうかね、ツアーはね、いつもはなんかやっぱりもっと曲のことをね、次の曲のことを考えたりとか、うん、そういうもう何も考えずただ演奏するっていうのはすごいなんかただ楽しいだけみたいなね、すごく楽しい、本当に、まあ、集中できる、明日もライブみたいな、久しぶりに来るその感じっていうのはすごく楽しいんですけどね、うん、そのことだけ考えていればいいみたいな、そう、それをやっぱり楽しんでやりたいです。荒れ果てた大地は前の戻
さ愛が全てに救われるためにジーザスは言うぜ Making money monkey I just wanna be free もっともっと弾けてバラルは開かない I'm 煙の闇さ I just wanna be free もっともっと弾けて
garbage blues.